東京の皆様、今度ね、愛知県の整体師が、東京に伺いますので、ぜひね、ご覧いただけたらいいと思います。まあ、今回はですね、まあ過去にですね、あのお客様に書いていただいた、まあ、感想なんですけども、まあ、40歳の女性の方、生理不順、肩こりなどいろいろあり、ネット検索でうちへたどり着きました。2回見ていただいた後、それまでバラバラだった基礎体温が安定し、2層に分かれちゃんと生理が来ました。これまで、不安定な生理だったのでとても、びっくりしていますというね、この、お言葉をいただいたんですけども、本当にこの、まず生理不順から始まって生理痛、今若い人も当たり前に生理痛がねあるような状況みたいなんですが、まあ、それではね本当に、まあ、将来やっぱり妊娠しにくいというね状態が、出てきて、まあ、その頃になるとみんなこうね慌てて、ね何とかしようと、で、まあ、今、不妊のね、こう治療の本当にこう、不妊で困っている方もね、非常に、多いという話を、聞きます。ぜひね、まあ、この骨盤を、まあ、反れるということも大事で、まあ、内臓を、下垂をね、こう上げるということも大事なんですけども、私が本当に今の現代人の、この姿勢ですね、巻き込み方、で、この内臓を潰している、ということで、この自律神経も、迷走神経もですね、なんかすごく緊張させて、体がとにかく緊張しまくっている状態、この状態をね、まず何とかしなければいけないというふうに考えます。まあ、この緊張状態がずっと続けば寝ても緊張しているんで、とにかく疲労が取れない。毎日毎日疲労が重なっていってしまう。そんな体でね、なかなかこの赤ちゃんをね、作るということは難しいと、私は思います。ぜひね、もちろん、不妊ね、治療しても全然、OK だと思うんですけども、なるべくね、自然に妊娠できるような、体作りをしていってもらうとですね、後々ね、その、健康の面でね、非常にいい恩恵が、受けられると思います。まあ、とにかくこの腕の緊張ね、非常に強い緊張、皆さんね、当院で、特殊なね、整体で、取ってみませんかっていう話です。12月7、8とですね、東京、目黒駅のね、近くで、サロンをお借りして、整体をします。ぜひね、お待ちしております。まあ、不妊の場合はですね、まあ、奥さんだけでなく、ご主人さんの方もね、一緒に来られるとね、よりいいかなというふうにいつも考えております。よろしくお願いいたします。